さて、今回からちょっと小口木版画の具体的な作り方をちょっと説明します。題して、小口木版画制作講座レッスン1という感じですね。でまず最初に、小口木版画作るために必要なもの、まあ版木なんですけど、でその前、版木に彫る前にまずやっぱり下絵を作んなきゃいけないわけですよね。でさあ、今年、もうそろそろ年賀状作り始めようかなと思ってるんで、まあ、来年の絵と、まあ、牛だと思うんですけども、牛の図案をちょっと考えて、それから小口木版画に転写して彫っていくことにします。それではまず一番最初にやることなんですけども、白い紙に小口の版木、これをこういうふうに乗っけて輪郭を写します。まあここに下を描いていくわけですね。まあこんな感じに鉛筆で丁寧に下を描いていってください。下ができないとなかなかいい作品はできないように思いますけれども、まあ即興でやるっていう方法もあるんですけど、今回は丁寧に下絵を描いていきます。に使うということで、来年2021年画商という文字を入れました。あとここが空いてるんで、ここに何かちょっと図案を考えて入れていこうかなと思っています。まあだいたいこんな感じで、下絵を今ちょっとこんな感じで輪郭線をねきちんと描いておきましょう。この段階でちょっと版画になった時のねメリハリ、つまり影の部分と明るい部分をねきちんと描き分けてください。さあそうしましたらですね、今度はこの下絵をトレーシングペーパーに転写します。
ゃんとテープで留めて、でまず版木の輪郭を、さあ次の段階ですけども、これこの小口の版木、これをですね、私は黒く染めてますね。人によってはちょっと薄めに染める人もいるんですけども、結構私は真っ黒けに染めちゃいます。墨汁を使います。こんな感じでこう表面を黒く塗りつぶします。わかりますかね、こんな感じね。そしたらですね、次にちょっとやっておかなきゃいけないことがあるんですけれども、版木を乗っけて、こういうふうに輪郭を転写します。なぜこういうことをやっているかというとですね、今からちょっとお見せしますけども、これをこういうふうに切り取ります。でこれをこっち側、使わない方に当てて、こういうふうにテープで留めていきます。なぜこうするかっていうとですね、小口の版木は実は両面、こっち側とこっち側、まあ、裏と表というふうに表現しますけども、両方使うことができるんで、極力こちら側に、裏側に傷がつかないようにカバーするわけですね。これはね、必ずやってください。そうしないと、こちら側が傷ついて使えなくなっちゃいます。またもう一回削り直さなきゃいけなくなっちゃうんで、気をつけてください。まあこんな感じで仕上がってますね。さあそしたら次はいよいよ転写に入ります。さっき作った下絵を切り取って、版木の上にテープで留めます。2箇所ぐらい留めた方がいいかな、ずれちゃうとまずいんで。さあこんな感じで留めましたね。そうしたらば、これ青いカーボンなんですけども、青いカーボン、私は青を使ってるんですけど、まあ、黒いカーボンは使ってもね、ほとんど見えないんで、黒か赤がいいです。ただ見やすくするためにもう一枚トレペを挟みます。こんな感じですね。そしたらば、いよいよ転写です。転写は、
なるべく硬い鉛筆使いましょう。ちょっと力を入れた方がいいかもしれませんね。さて、これからいよいよ掘るんですけども、まあ、掘る時の道具、ビュランですね。私はこういうタイプのビュランとこういうビュラン、あとこういうビュラン、大体この3種類を使ってます。それから必要なのが砥石。ここには2種類ありますね。こちらがですね、インディアンオイルストーンという油砥石で、こちらがアルカンサスオイルストーンという仕上げの砥石です。まあこの2種類使うんですけども、これはね、あの砥石としては結構高価なんですね。一つこっちだと5、6000円するのかな。こっちだとこれだけの砥石で1万円ぐらいしちゃうんで、まあ余裕がある方は買い求めてもいいんですけども、まあ他の砥石でも代用できますんで、それは後でご紹介いたします。ちょっとついでにビュランの研ぎ方もやっておきましょう。これ買ってきたビュランってね、ほとんど切りっぱなしなんで切れません。自分で研ぎ上げて作っていきます。砥石の表面をなでるようにゆっくりゆっくり研いでください。そしたら今度は側面、小口木版画の楽しさはこのビュラン画と。さて、いよいよ彫り始めていくんですけども、私はね、こういう文字が入った版画の場合はね、結構文字から彫っていきますね。ビュランはこういうふうに手のひらでくるむように持ちます。こんな感じですね。で、どちらかといえば手のひらで押し出していく感じかな。そういう彫り方を心がけてください。掘ってみますね。